皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。2月に入りまして、1月の終わりから2月のこの上旬にかけては、結構あったかい日が続いてですね、雪じゃなくて雨が降るような感じになってますけれども、ただこの今映像を撮っている翌日はですね、結構雪がまとまって降るんじゃないかという予報が出てまして、気温もちょっとガクンと下がるみたいですね。はい。で、ちょっと2月に入ってしまったんですけれども、毎月月末恒例のアモンダチセンター化石発掘の総括をしていきたいなと思うんですけれども、1月に関してはちょっと前の動画でも触れたんですけれども、最初の体験発掘終わった後にちょっと体調を崩しまして、その後ちょっと仕事が忙しくなったこともあったんで、そんなに体験発掘に参加できてなかったんですけれども、サムネで、多少もネタバレしてますけれども、なんとですね、初めて、化石発掘で没収案件を出しました。はい、素晴らしい。没収というのはですね、アモンダチセンターの特別ルールで、特にこう貴重な化石であるとか、あるいは状態の非常に良い化石なんかが出た場合に、本来だったら持って帰れるような化石だったとしても、ちょっと研究のためであるとか、あるいはそのアモンダチセンターの方で展示をするためとかのために一応没収という形で、センターに預けるような形になります。はい。これまで、アモンダチセンター自分は2018年の3月から通い続けて、大体2年近くになるんですけれども、これまで没収案件というのはなかったんですね。やっぱり没収というのは化石掘りにとっては最大の名誉だと思ってましたんで、いつか募集案件出したいなとは思ってたんですけれども、なかなか機会がなかったわけですけれども、今回出したものですね、一応首長竜の歯ということで、募集になりました。募集されたのはですね、1月の12日に竹博士参加した午前の部だったわけですけれども、午前の部の残り15分くらいですかね、になって、最近いつも掘ってる場所を、しつこくこう掘ってた時に、場所から言うと、こう壁に向かっていつもは掘ってるんですけど、壁じゃなくて、この床面ですね、その下側の床面をこう掘ってた時に、ある時こうバーンって掘って、ある程度10センチくらいのこうピースになって剥がれた石をこうペロッとひっくり返した時に、そこに、これ歯じゃないのかなと思って、見たやつがあったんですけれど、ちょっとね、化石になった歯って結構黒っぽくなるのかなと思ってたんですけど、白い歯のままだったんで、あれこれはどうなのかなと思って、一応職員さんに見てもらったら、一応首長竜、ポリコチリスという首長竜の歯じゃないかということで、一応お預けした形になったわけですけれども、でその時にですね、このヘルメットのこのデコのところにアクションカメラいつもつけてるんですけれども、その時に撮っていたはずだったんですが、実はここのカメラがちょっと回ってなくて、でこっちの据え置きにしたカメラで撮ってたのはあったんですけれども、ちょっとね、その時にこうセンターの職員さんとやり取りしてるところも一応収めたかったんですけど、この据え置きの方のカメラでしかちょっと収められてなかったんですけど、その時のちょっとやり取りをちょっと見ていただきたいと思います。ポリコチリスかな。
なんか寝てるの。風船に上までずーっと立ってるの。先っぽとかけたかな。うん、先っぽの下がってて映ってる。重ですね。これは。トリコチルスかもしれない。トリコチルスっぽいですね。すごいね。写真撮っていいですか、三浦さんと一緒に。ちょっと黒いやつ脱色しちゃってるけど、そうですね、はい、色抜けちゃってます、うん、あ、写真撮りますよ、三浦さん。よかったね、三浦さん、おめでとう。物だけでいい、うん、あれ、どこで起動するんですか。指紋が結構指紋が、ちょうど半分ぐらいだから、まだもうちょっと頑張ってます。ここ出るな、ここ出ますね、ちょっと。それ掃除を、三浦さん、あの真ん中辺でしょ、その壁の。ここです、これです、ここです。下、ここ、ね、密集層の一番上です。3センチぐらいですよ。3センチもないかも、2センチ弱ぐらい。はい、というわけで、まあ、このちょっと話の中にも出てきたんですけれども、この自分がいつも掘っていた子っていうのは、まあ、去年からですね、結構、いい化石というか、まあ、ちょっと目星化石が結構出てきているところで、まあ、ちょっと大きめのオウムガイですとか、まあ、自分は見逃しちゃったんですけど、まあ、別なクミナガ竜の歯であるとかですね、はい、そういうのが結構出てたところだったんで、まあ、自分もなんか出ないかなと思って、しつこく掘ってたところ、まあ、今回、運よくですね、まあ、募集案件となったわけですね、はい。でまあ、今回、この没収された歯以外で、まあ、目星ものといいますと、こちらなんですよね。はい、はい、わかりますか、はい、こちらはですね、はい、アナゴオドリセラスというのアンモナイトの一部ですね、はい、この、ロックという模様が綺麗に出てるんですけれども、結構ね綺麗に出てる化石なんです。ちょっとねこの辺はあの表面が剥がれちゃってますけど、結構、はい、綺麗な一部ですけど、アンモナイト、はい、出ました。まあその他サメの歯とか琥珀とかは出てるんですけど、まあ炭化してる回数がちょっと少なかったんでね、あまりこう大量という感じではなかったわけですけれども、まあ、結構ね、いいものが取れました、はい。でですね、まあ、去年の中頃から化石の発掘に関しては、まあ、速報を、まあ、SNS とか Twitter とか Instagram の方で、投稿をして、まあ、月1で月末にこうまとめる形で動画を作ってきたんですけれども、やっぱりですね、その体験発掘に参加できた回数の差によっては、まあ、ちょっとね、取れ高がなかったりする場合が多々あるので、まあ、今後ですね、動画はやっぱりあの不定期で作っていく、まあ、前のスタイルにちょっと戻そうかなと思ってます。はい、で、その速報性というか、まあ、その撮った時の、まあ、こうテンションの上がった状態のままお伝えできればと思ってるので、まあ、一応今後はこう不定期でまた作っていく感じにしていきたいなと思ってます。はい、でですね、ちょっとまあ告知というか予告というかなんですけど、まあ、来たる2月11日、建国記念日、来週、まあ、この撮ってる 時点からはまあ来週の火曜日になるわけなんですけれども、そこで、まあ、普段行わない特別な体験発掘というのが行われることになってまして、まあ、普通、まあ、普段はこのね、体験発掘場床面からそのロープが張ってあるところまで、しか来れないわけですけれども、この2月11日の体験発掘というのはその上の段高いところに上がって、発掘ができるという特別な日になってまして、
この大気発掘の模様をですね、まあ、別個にこれだけは別個に動画を作って、上げてみたいと思います。はい、果たしてどんな化石が取れるのか、まあ、いつもの掃除よりもかなり上の方になりますんでね、また取れるものも違ってくるんじゃないかと思うんですけど、どんな化石が取れるか、今から非常に楽しみなんですけど、まあ、心配なのは天気だけですね。雨だけは降ってくれるなよということで、あとはね、もう神に頼むしかないかなという状況です。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。